こんにちは。こんにちは。こんにちは。第4回のセンターシールRの、ビデオを始めたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。今日のネタはこんな感じです。はい。何でしょう。タイニーシールROSの一応、新しいバージョンというか、バージョンが1個上がったので、うん、まあ、前回の続きで、その話をした後に、最近、前回1ヶ月前ぐらいですかね。ああ、そうですね。その間に、ちょっと興味が湧いた話。うん、はい、興味が湧いた話。興味が湧いたものの話。はい。したいと思います。はい、じゃあ、よろしくお願いします。はい、はい。じゃあ、で、そうですね、ちょっと1ヶ月の間に何を見てたかなっていうところで、はい、まあ、ちょっとブログを見ると、そうですね、タイニーシールROSはまあちょっと相変わらずウォッチして追っかけています、うん、はい、そうですね、前回やった時は確か、うん、STM のディスカバリーのボードでもともと動きますよっていうのと、ニュークレオの F401 っていうボードで、動かそうとしてますっていうのが書かれましたよ、ね、ですね。あ、ちょっと資料出しますか、前回。はい、これ前回ちょっと話したので、左側にあるのが、ディスカバリーっていうボードで、ビジュアルスタジオとボード上で、うん、まあ、デバッグの通信するためには、まあ、下の赤の線ですね、うん、はい、左のボードは下の赤の線で USB つなぐ必要があります、うん、そうですね、うん、はい、でかつ、まあ、電源ボードに電源供給するためにあのピンク色の方もつながなきゃいけないので、うん、はい、まあ、ボードには2本 USB 系でつながなきゃいけないということでした、うん、はい、でこの F407 っていうディスカバリーのボードよりも、まあ、もう少し安いニュークレオっていうボードがあるので、うん、まあ、右側のニュークレオの F401 っていうので、うん、第2シールROS動くように、うん、あの取り組んでますって話をしたと思います、うん、はい、ただこれニュークレオは、USB のコネクターがピンク色の、うん、まあ、1個しか付いてないので、うん、でこちらにあのパソコンと接続するんですが、まあ、先ほどの左側の赤に相当する USB コネクタが、まあ、基板上に載っていないので、追加であの部品を付けないといけないと、うん、まあ、いう状況でした、はい、はい、これが前回ですね、はい、これがでこれが、まあ、はい、タイニーシールROSの方は、まあ、JHI エレクトロニクスさんが作ってるんですけど、うんうん、まあ、先ほどの、ニュークレオという基板 の上の USB コネクターだけで、うん、あのビジュアルスタジオと通信して、うん、まあ、デバッグできるようにならないかということで、うんうん、非常に恥ずかしい英語で、うん、やり取りしながらですね、うんうん、あ、なんとなくこんな、なんか信号ぐらいのことがあったりとかですね、はい、っていうのを、まあ、やった結果、うん、一応その JTI さんの方にリクエストが取り込まれて、うん、なんですかね、ニュークレオの上の USB コネクターだけで、うん、このビジュアルスタジオとつながって、うん、あの動くように今なりました。はい、はい、ね、うん、はい、はい、はい、っていう状況です、はい、なるほど、はい、でそれがちょっと垣間見えるのが、うん、あ、ちょっと今準備してい, いいじゃん、せっかく谷西浦の、うん、リリースノートですね、うん、で前回話した時は、はい、あの 0.5 っていうのがリリースされていました、うん、はい、で今は、0.6 っていうのがこちらが最初にリリースされてまして、うん、はい、位置が上がってますね、でどこが影響されてるかというと、うん、ファームウェア自身じゃなくて、ビジュアルスタジオのエクステンションのどこに行ってたの、ああ、エクステンションありましたね、はい、エクステンションの、ちょっとこの一番下この部分、フォースパリティネットのな、はい、When using the serial network interface、実はまあ以前のままでも、まあ、設定を変えれば、はい、上の USB コネクタ、うん、まあ、具体的には USB じゃなくて、うん、あのシリアルポートでデバッグするっていう、うん、あの
形なんですけど、はいはい、ただ、そのニュークレオのドライバーとこのエクステンションの絡みでうまく通信できないことになっていて、でこのエクステンション側をちょっと修正してもらったと、はい、その結果が起きました。割となんか初心者はそういうところでハマってもう分かんないみたいになっちゃうので、あのいいあれですよね、フィックスですよね。そうですよね。まあ以前の、ネット MF の時にも、はい、やっぱり USB で認識して、うん、あのデプロイできるかどうかっていうハードルが、うん、それなりに高かったので、そう結構ね、そういうところはね、あの分かっちゃうと。なんか別にいいんだけどみたいなのがあったりするけど、そういうのが壁になったりするから、あの、そういうつまずきどころがなくなるのはあのとてもいいことだと思います。で、ただまあちょっと今現在はその、はい、さっきやった右側のネイクレのボードで、うん、あの動く状態にはまあ一通り揃ってきてるんですけど、うんはい、こちらの、 JHI エレクトロニクスの、うん、Git のリポジトリの方、うん、デバイスには残念ながらまだ入ってないっていう状態です。はいはいはい、で今、じゃあやりたい場合どうするかですけど、うん、私の Git の方で、クローンしてて、あ、はい、でそちらで、ニュークレオの FM マルチが追加されています。はい、なので今すぐにやるっていうことであれば、まあ、こちらの Git からクローンして使うかなっていう感じですね。そうですね。まあ、こちらソースですけど、一応バイナリーも、リリースで、うん、リリースで、あ、はいはい、バイナリーも取れるようになってるので、はい、まあ、あの向こうは今一応もうプルリクは送ってて、あ、ね、作業中みたいなステータスになってる。結構あの対応が早くて、はい、あのプルリク投げて、うん、で、もう翌日ぐらいに、うん、あの この辺も直した方がいいよってツッコミ入ってるんですよ。なるほどね。その辺はあの GitHub 操作詳しい方見れば、うんうん、経緯が分かると思う。そうですね、はい、取り込まれるんじゃないかなって、うん、ああいいですね。タイディー CLR ネタは、うん、はい、まあ1ヶ月ですけど、うん、割といい感じで進んでくる。なるほど。今だね、アルファバージョン、ね、まあそうですね、 1.0 が楽しみですね。そうですね、どうでしょう、ベータを踏むのかな、ちょっとその辺分かんないですけど、まあ、アルファの方で、うん、ベータストリーにするか、そういうこと、うんうん、RC 出すかどうかみたいな、分かんない、まあまあそうですね、彼ら 0.9 の後どうするつもりか分かんないけど 0.10 にするつもりか 1.0 分かんないですけどね、まあまああと今回こう変更があったところで、うん、まあ、いくつかちょっと面白いなと思うところがあってですね、うん、まあ、大きく2つちょっと紹介しますけど、うん、1つは、あ、そうですね、1つはここにある、窓です、うん、はい、ライブラリーが今までは STM32F4 っていう、うん、はい、あの ST マイクロのチップだけだったんですけど、うんうん、新たに NXP の LPC シリーズと、はい、アトメルの AT ですね、うんうん、はい、も、追加されています。これは、Cortex-M4 だからってことですかね、みんな、あ、これね、ちょっともうちょっと後で、あ、そうですけど、CPU が、うん、まあ、以前は Cortex-M4 だけでしたと、うんうん、はい、で、まあ、CPU に関してはちょっと後ほど言います、うん、で同じ、コアでも、まあ、ペリフェラルが周辺系のものが、うん、まあ、違うので、それに合わせたライブラリーが用意されてないと、はい、まあ、実際には動かないという事態なんですけど、うん、はい、その周辺系のものが、LPC のチップのものも、うん、あの用意してきたと、うん、今から、うん、でもう一点は、ちょっと先走って言われちゃったんですけど、ああここですね。あ、M3。前回 Cortex-M4 だけだったんですけど、ああ、はい、M3 並びに、あの、ARM7、だいぶ古い、うん、はい、はい、メールセットも用意してきて、うん、なるほど、うん。いいですね。さっき上がってたデバイス あのリストは、はい、M3 となんか7のデバイスが含まれている、
そうですね、ちょっとちょっと正確には見てないんですけど、あの7のものもありましたね。これ、彼らなんかその、単位 CLROS の、こうリンクできるあのライブラリをバイナリーで提供してるという話を前回してたじゃないですか。そうですね、だから、今回この2つ の, あのプロセッサーをサポートしたっていうことは、アーキテクチャをサポートしたってことは3種類になったってことですね。そうですね。あ、なるほど。で、実際あの ARM の7の命令セットって、うん、ARM の M0 とかでも動くはずなので、うん、はいはいはい、ってなると、その M4 とちょっと下の M3 対応したのとともに、うん、だいぶベーシックな、うん、あの M7 対応、はい、ARM の7対応したことによって、はいはい、かなりのこう、幅が命令セットのものに対応できると、うん、M0 自体は、まあ、ひょっとしたら動くかもしれないけど、まあ、誰もやってないから分かんないみたいな、そういう状態ってことですか。やったっていうのは今のところは上がってないですね。はい、僕もやってみたいな。なんか ARM のアーキテクチャあんまり詳しくないんですけど、 M0 は7だったらアッパーコンパチと言える。そうでもない、僕もね詳しくないんですけど ARM いっぱいあって難しいですよね。よくわかんない。命令セットは一応上位ってなってますね、うん、はい、なのでその部分だけ、これ命令セット上位互換なので、 ARM7 に対して M0 から後ろ、今回 ARM7 に対応した、はい、じゃあかなりいけますね、はい、戻っていくならば。なので、まあ実際のデバイス、あのコーテックス M0 のものって多いので、うんうん、そうですね。でちょっと僕も M0 で実際動かしたいなと思ってるデバイスなので、結構なんか M0 だと小さい規模のものが多いじゃないですか。そうですか、うん、なんでなんかそういうので動くと面白いですよね、うん、ただ不動小数点とかね、多分グッと遅いと思うので、まあ、うん、そうですか。アプリケーションに合わせて CPU やったのがこうだと思いますけど、僕なんか全然時間なくて試せないんだけど興味があるのは、なんかちょっと昔のルーターとか、うん、なんかバラしていじってる人たちいるじゃないですか。で、あのクラスだとなんか ARM7 だったりするんですよ、うんうん、なんでなんかそういうので動くと面白いよねみたいな、ちょっと思う。そうルーターで何するんだみたいな。パフォーマンスが結構、ね、いやいや、ルーターとして使うわけじゃなくて単にいじるんで、ね、ただのハードで、そうなんか動いたら面白いみたいな。新しいハード買った方が近いじゃん。まあ、だからまあそれは楽しい、単なるもうおかしいんですよ。おかしい。自分がちょっとドキッとですね。はい。なのでちょっと、ちょうど、やってたそのニュークレオで USB1 本つなぐっていうのが、うん、まあ、一応できて、まあ、そろそろマージされるかなっていう感じなので、うん、次はちょっと別のことをやろうかなっていうふうに考えてはいます。なるほどね。さっきも言った M0 のデバイスやってみたいなっていうのも一つありますね。なるほど、いいですね。なんかちょっとずつなんかこう幅が広がってきた感じがしますね、うん、フォーラムとか見てても、うん、だいぶそのいろんなデバイスでやられ始めてて、以前より、はいはい、ただもうこっからですよね、わーって破産して、うん、クオリティがいいのと悪いのとぐちゃぐちゃしてくると思うんで、そうですね。まあやっぱりそういう意味ではなんかドライバーとしてなんかメジャーなデバイスでちゃんと動くようにするっていうのは一番最初にあるかな、やっぱり、うん、手に入りやすいとかいじりやすいデバイスからなんかこうサポートされていくと、みんなそこにジョインできるようになるので、一番いいと思いますね。まあ一つはあれですかね、やっぱりまあ、日本なので、うん、日本で入手しやすいデバイスとか、うん、まあ、価格がやっぱり気にはなるので、まあ、そんなに高くないので、で、まあ、ニュークレオかな、はい、わかりました。一つ大きなトピックでした、はい、そして前回以降は、タイニーシエラルOS以外にもちょっとやっていたのが、これですね、メイクコードの環境構築とか、
ックとかをちょっと、はい、これも以前随分以前にやりたくてちょっとやらずに放置してたんだけど、はい、うん、ちなみにこれマイクロビットの開発環境で、うん、あのメイクコードっていうのがあるんですけど、うんうん、まあ、それを、まあ、ローカル環境を立ち上げて、うん、まあ、ソースの中を調べたりいじったりとかちょっとしたいなみたいな感じでやってました。メイクコードってのはどういうものなんですか？メイクコードは、うん、これちょっとですね、まあ、用語がいろいろ混沌としてあるんです。メイクコードってあれですよ、ググラビリティ低いですよね、例によってどうしてこういう名前にしたし、みたいな。まあまあ、でも、うん、一応あのメイクコードコムで引くと、うん、このマイクロソフトメイクコードっていう、はい、サイトがこちらで、まあ、主にエデュケーション向け、うん、はい、教育向けの、 その、うん、フィジカルコンピューティング、うん、はい、こうなんか絵が出てるようなデバイスができます。で、まあ、メジャーなものとしては、うん、マイクラとか、ハードじゃないですね、マイクラね。え、どういうこと？まあ、つい先日ですね、はい、日本でも、はい、あの販売になり、始めました、うん、はい、8月からかな、うん、あのマイクロビットが、はい、これがもうマイクロビットメジャーですと、でこういう、うん、まあプログラミング教育用のちょっと教育用の価値観みたいな、うん、はい、位置づけのものを作り上げます。何ができるんですか？その何がというのは、このメイクコードを使うと何ができるといったら、例えばこのマイクロビットとメイクコードを組み合わせてどんなことができるのかみたいな。で今日はそうなんです、うん、その、まあ、この話をするかなと思って、うん、このマイクロビットを、うん、まあ、ちょっとこのマイクロビットをさっき買ってきました、うん、ピチピチですね。あの儀的、これ今開けたの？儀的は通っております。はい、大丈夫です。でこのマイクロビット自体はどういうものなんですか？なんていうんですかね。なんか、まあ、こう CPU 乗っていて、はい、あの CPU、まあ、CPU も乗ってますし、うん、まあ、通信は、うん、Bluetooth、BLE。ああ、Bluetooth って聞いてます。あとあの加速度センサーとか、はい、LED スイッチが全部ついてて、はい、加速度センサーついてる。そうなんですよ。でプログラミングを学ぶ、うんうん、はい、で、これ、まあ、USB つないで、うん、まあ、動かすんですけど、うん、あの乾電池でも動かせるっていうのが電池ボックス、ああ、うん、電池ボックスだね。これですね。この辺この、まあ、ちょっと見えるかな、このやつです。ちょっとメーカーが入ってるね、あのやつね。まあ、大丈夫、映り悪いから見えたら。うん、そうそう。で、これを使って、なので、先ほど、そう、メイクコードは、なんか、いろんな教育向けのプログラミング開発で、うん、あのこういうデバイスができますよって言い方したんですけど、うん、まあ、どちらかというと分かりやすいのは、うん、マイクロビットのソフトを開発するのに、メイクコードを使う場合が多い。うんうん、あ、それは、あれですか、なんか、エンベッドみたいなものっていうことですか？エンベッド。ちょっと説明が難しい。あ、難しい。具体的に、まあ、これだけ言うと、どんな感じなんですか？でこれちょっとせっかくなんで、今袋から出すのから、ね、はい、動かしましょうかと言いつつ、USB ケーブルをどっかから。これの、マイクロね。マイクロありますけど、大丈夫ですよ。電源だけつながればいいですか？あ、通信も必要ですね。あの目の前にあるのも忘れて、探し回ってました。テンパってます。そう、普通に USB で、はい、マイクロ USB で手元カメラはないんですよ。あ、そうですね、そう、今日用意してないんですよね。はい、で、ここに挿します。結構、はい、おお、つきましたね。あ、なんか赤く光ってる。見えるか。あ、見えますね。あ、なんかピコプレになってます。はい、おなんか字出てます。ヘロー出てました。A を押せって言ってる。押していいですか？はい、A を押しますよ。ボタン2つついてます。今度 B を押せ。あ、もう片方のボタンを押します。はい。シェイク。ああ、シェイク。
シェイクしろって言ってるんですね。あ、振るわけですね。まあという感じで、あ、こういう、まあ、なんかこうデフォルトで、うん、まあ、ちょこっとプログラムが、はいはい、なるほど、こうやって準備完了と。あ、まあ特に今は動かさなくても、まあ単なるでもなんとなく動かしくて、はい、で、できました。で、先のデバイスですね、うん、はい、で、このメイクコード上で、うん、そのマイクロビットのプログラムが作れるんですけど、うん、はい、あの教育用ということで、うん、こんな感じの画面、うん、はいはい、作れます。ここにブロックって出てますけど、はいはいはい、あのこうブロックプログラミングの形式になっていて、はいはいはい、まああのスクラッチみたいな、うんうんうん、なるほど、うん、そうですね、なんか見覚えのある形だなと思って。え、ちなみにこれもデバイス認識されてるってことですか？ちなみにこの画面上はデバイスはまた関係なくて、あの外しても、うん、あの全然、うん、画面上に出てるのは、うん、あのエミュレーターです。あ、エミュレーターでね、はい、はいはい、で、そうですね、まあ最後はできたプログラムを実際のデバイスにあのライトできる。ああ、そうです、そうです。まあとりあえずじゃあその話は後で、あの画面上で やってみましょう。文字列表示、最初だけ文字列を表示、うん、ああなるほど、面白いですね。でやるとこのエミュレーター、おーおー、センターシール、これ面白いですね。あの分かってはいたけど、ボタンが押されたときに何かする、うんうん、なるほど。これで今エミュレーター動いてるので、はい、様子、これちょっと表示が長いです。あ、終わってから出ないと先に、はい、はいはいはい、うん、なるほど、ね、これちょっと長いんで短くしてCRがいいですね。CRがいいですね。あ、B が押されたら、寝てる顔寝てるんですかそれちょっとわかんない。あ、そして A を押すと、うん、音符のマークが出て、あ、なるほどね、顔のマークが出てます。起きてる、寝てるのがよかった、起きてな。あ、さあそれ、なるほど。ああ、面白いですね、これ。で、これを、うん、ダウンロードとやると、ファイルが1個落ちてきてですね、はいはい、そのマイクロビット USB つないでると、はい、エンベッドドライブが見えてですね。なるほど。あ、じゃあコピペするだけ。はい、あ、素晴らしい。コピペをすると、うん、コピするんですけど、うん、コピー終わりました。で、見ますか、ね、ちょっとリセットします。あ、はい、CLR って出ましたよ。ちょっと見えたかどうかわかんないですけど、で、A を押すとにっこりのマークが出て、 B を押すと寝てるマークが出る。ああ、いいですねっていう感じのものです。ああ、これは、ああすごいですね。あの、これってあれですよね、このマイクロビットは下にあの GPIO の端子がついてます、ついてるんですけど、この GPIO の入出力もこの、 あのマイクロビット の、 あのコード上でできる。ああ、できますね、はい、でこれですね、まあ、例えば音出したいなんかは、うんうん、はいはい、これスピーカーがついてないので、はいはいはい、音楽で、音楽を、メロディーを使うと、うん、エミュレーターの方に、はい、あのイヤホンにここつなげみたいな。これ自体はね、出なかった。あ、出なかった、惜しいね。音も鳴ってくれるといいね。あとは、拡張機能があって、はい、テープの LED とか、例えばテープの、あ、LED テープですか、って、はい、はいはい、フルカラーの LED テープなんか、はい
こうやって使って店頭のコードちょっと書いてないんで、ああそういうこと、店頭のコードを書かない、うん、ああ、ピンサインなんで、今のピンサインの方、これエミュレーターはね、出なかった気がします。そうか、さすがに下までまだ光らないから。そうそう、エミュレーターも作り込んであれば、うん、あ、光ります。光ったよ。なるほど。まあこういう感じで、はい、プログラムが。これやばい。これやばいですね。あの、何がやばいって、その お手軽さの完成度がすごい高いっていう、あの率直な感想としてはそんな感じ。まあ教育なのでなるほど、うん、ハードルを下げて。うんうん、すごいのはここでこれでやって、まあこのなんていうかエミュレーターの完成度も高ければそれをそのまますぐにデバイスにダウンロードして実行できるっていうのもすごいですね。なんかエンベット自体はまあそんな感じだったんだけど、それをなんかビジュアルプログラミングでちゃんとやれるようにここまで完成度上げたというのがすごいなと思いました。まあ、エンベットのオンラインコンパイラーだと、うん、まあ、基本的には言語が、うん、あの C、 C プラプラなので、まあちょっとあの難しい感じがします、うんうん、子供がやるにはちょっと難しいよねってところがあって、うん、でこれビジュアルになります。ああで、まあ、すごいって言いますけど、うん、まだすごいところがこの先もあって、え、ま、何があるんですか。これはね、ちょっとイメージなんですけど、いやこれだけでもなんか、うん、あのあれじゃないですか、なんかそのなんかこう実体のある IoT っていうとちょっと語弊があるかもしれないけど、こう実体のあるデバイスでなんか、まあ、最近遊ぶタイム、フィジカルコンピューティング、うん、そう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 、はい、そういうの実際に物をつないだり、うん、物が動いたりとかっていう、その敷居はなんか相当下がってる感じが、ね、うん、ちなみにあの私ね、松井さん的に面白いかなと思うのは、うん、こうパパッと書きましたけど、はいはい、さっき最初だけとか、ずっと、まあ、これが結局、うん、あのまあ、アルディーノでいうとこ の、うん、あのセットアップと、うん、はいはいはい、そうですね、で、はい、ここがまあシーケンシャルになるんですけど、うん、これどこにもつながってない、うんうん、そうですね、イベントコントローラーですね、これイベント駆動型の形もまあ書けると、うんうん、で、さらにここに気になるボタンがあると思うんですけど、はい、JavaScript があって、これ何かとポチッと押すと、さっきのブロックが、JavaScript で落ちてる。これ10日コード、10日というよりもまさにこのこれっていうこと。これです。これで、これを、さっきハッピー顔だったのを、はい、バタフライ顔にすると、はいはいはい、A ボタンが、バタフライ。これやばいわ。で、こんなんですか。さらにですね、これをじゃあボタンこっちにこう、うん、ブロックに持っていくと。ブロックが持たされている。いやー、総合変換がこうできている。くわー、あの正直別に僕はこれをこういうことをやってるし仕事でやってるわけではないけど、正直ね、うん、やられた感がある。すごいね。からブロックを組み立てた時に、うん、内部的にはどうやらその JavaScript、うん、まあ実際にタイプスクリプトがありますね、はい、タイプスクリプトで保持していて、スクリプトって言いましたよ。マジですか。M 社さん。ああ、まあ、まあそうなんだけど、あ、はいみたいな。ほんまっすか。でこちらが、まあ、日本語、かなりの部分が日本語になっていたり、あ、まあ、さっきのシミュレーターがありますと。で、パパッとやっちゃいますけど、その自分でこうこのブロック自体を増やすことができて、はい、パッケージに追加するっていう、はい、大元を作ると、はい、あのブロックが出せる、うんうん、でそのブロックは、実際にはタイプスクリプトでコードを書いておくと作れると。そういうことですか。あ、で付け加えると、まあ、さっきあのプログラムを、ドラッグアンドドロップでこうやって置いたんですけど、うん、
あそこにある通りはエンベッドドライブ で、うんはい、で実際にこうインターフェースはエンベッドインターフェースが載っているので、うんはいエンベッドのオンラインコンパイラーで CC++ で開発したものをここに入れて動かすっていうことも可能になっています。あ、そういうことですか。単になんかそのファームウェアを書くためのドライブのインターフェースだけじゃなくて、もうエンベッドそのままっていう、エンベッド側の方にもターゲットとして、うんこのマイクロビットがあるので、うんうん、マイクロビット向けのプログラムを書くっていうことが可能、従来通り、うん、ように C とか C++ でも書ける。なので一番最初は、エントリーの時はブロックでプログラミングして、うんうん、でちょっと分かってきたら、さっき言ってみたような JavaScript とブロックと両方見ると、なんとなくこう JavaScript も分かってきて、でさらに上を目指そうとすれば C++ で書くと、そうそう、よく聞くのがそのスクラッチで最初ちょっと勉強して、上にステップアップするときに、じゃあどうなんだろう、そうですよね、この開発環境はそういう、こう段階を踏んで、より難しいところに行けます。面白いです。素晴らしい。素晴らしいです。こういうの待ってました。僕が作ったんじゃない。ああ、なるほど。すごいですね。ちょっと驚きました。久々になんか。でこの開発環境、今メイクコードというので、と言ってましたけど、このメイクコード自体はオープンソースで開発されて、マイクロソフトさんがホストしてますけど、GitHub で、上がってますので、メイクコードのでそこがちょっと分かりにくいんですけど、以前は PXTちょっと読んでた環境なので、マイクロソフトの PXT っていうのと、PXT マイクロビットと2つのございます。コアの部分はこのマイクロソフト PXT になっていて、でここにドカーンとあるので、ちょっと仕組みを知りたい方は、多分松井さん的なものコンパイラーあたりとかね、ユニッターとかね、ユニッターね、ここはもう一応ベースは TS で書かれていて、タイプスクリプトで書かれていて、そこから、ネイティブコードは生成されている。いや、これですね、タイプスクリプトから、JS が生成されてて、でクライアントで JS が動くっていう仕掛けになってます。ノードが動いてると言ってます。そういうことですか。はい、あ、なるほどね。で今これ見るとなんとなく、おっってちょっと思わせるような構文が見受けられると思うんですけど。ああ、なるほど。なので動くなんていうんですかね、その開発環境とコンパイラーは、サーバーサイドに置くんだけれども、実行は、クライアントのブラウザで動いていて。でそこから、バイナリーファイルを生成してファイルに落ちていきます、それをドラッグアンドドロップすると、デバイスに入ると。仮にメイクコード その対応ターゲットのエミュレーターを何か新しいものを作ろうと思ったんですけど、それも一応できるってことで、要するに例えばマイクロビット以外の何か、それがさっき分かれているっていう事情がそうなってて、この PXT っていうのがコアなんですね、でその上で、ターゲット、ごめんなさい、PXT がコアの部分になっていて、その上で、マイクロビット向けのターゲットのコードが、こちらの PXT マイクロビットに入っているという感じになります。なので、よっぽどないと思いますけど、その自分で新しいハードを作って、でそれ用になんかカスタムでっていうことであれば、この PXT マイクロビット参考に、作る。量的にはまあまあありますね。まあまあありますよ。そうだな、そうだな、まあまあ、なんかあれじゃないですか、例えば、自分で作ったカスタムのそのコーテックスのなんかのボードを作っ
てそれに対応した今のビジュアルプログラミングができるシェルとして使えたらすごくいいよなって今ちょっと思ったんですよね、うんうん、まあちょっと職業病入ってるような気はするんですけどまあ、うん、なんかそういうことはできやりやすいんかなみたいな。一応これはフォークな、例えば独自ブロックを作って、うん、で UI はこれを使って、うんうんうん、で結果、ILY っていやまあそのことは言ってないですけど今想定してない、一応ノードが動くのは前提として必要だろうなとは思ってるけど、あノード、あのクライアントっていうかこのターゲットデバイス上でノードが動く、いやいや動いてないんです。あ動いてない、はい、これはさっきの、ブラウザー上で動かすのに、ノード系使ってるだけで、コンパイルってやると、うんうん、先ほどあったような、ターゲットのバイナリー測れてます。あ、じゃあやっぱりネイティブで動いてるってこと。あのデバイスはネイティブって言われてます。ああ、なるほど。あ、それでさっきのなんかこうアットなんとかとか、そうです。うわ、変態だ変態だちょっと興味がありました。あ、素晴らしいね。 でもね、あのちょっとすごいです。あの これって要するに多分教育向けになんか始めたプロジェクトだと思うんだけど、そのなんかなんていうのかな、あのこうゴールにしてるところ、か別に彼らに話聞いたわけでも何でもないかもあれだけど、なんか すごくそのゴールが高いところにあり、しかもなんかそれがすごい完成度でできてるっていうのはすごいなと。僕なんかあのスクラッチ興味あったんだけど、いかんせんなんかスクラッチというのはその世界にちょっと閉じてるような、あの僕これはなんかスクラッチ書いてないのにそんなこと言うのはあのいかんなとは思いつつも、でもなんかちょっと閉じてて、スクラッチを何かに応用するのってすごく実は難しいんじゃないだろうかとかいう気が少ししていて、でなんかそれに比べるとこれはなんかそのなんていうのかな、直行的にいろんなことを考えてる、その ID というか、そのプログラミング環境をできるだけ優しく、でしかもそのなんか どこでも動くようにするにはどうしたらいいか、 それにはそのターゲットのこういうあのデバイスもそうだし、ここにつながるその拡張をどうするかっていうこともどうやったらなんか簡単にできるか、でしかもその初心者にありがちなそのつまずきポイントみたいなところをできるだけ排除するっていうのをなんか結構真剣に考えてるよなっていうのはなんか今パッ今日はあれですよ。あの、別に日ずっと煮詰めてきた話じゃなくて、今日をこれ買ってきて入って、うん。そう、だから僕、初見なんですよ。あの、なんか、あの、ツイッターとかでね、あの、マイクロビットのこの写真を見るけど、なんか、ふーんっていうぐらいだったんですけど、今日初めてその辺の話を今、あの、話しながらやってたんで、あの、正直本当にびっくり、ちょっとしてます。あの、マジかみたいな。面白い、ね。うん、これはすごいですね。なるほど。でまあちょっと触ってはいいんですけど、うんうん、で多分この手のはあの何ですかね、そのちょっと高級なものが出てくると、うんうん、そのブロックプログラムなので、うん、そのブロックがやたらと多くなっちゃうとか、うんうん、そういうところに落ちりがちだと思うんですけど、はい、これやっぱりパッケージ拡張ができるっていうところは、はい、結構いいなとか、うん、あとあの日本語になってるとき、うん、言語の切り替えが、うん、あの、まあらかじめ考えられていて、はい、言語変えるよっていうとこがよく分かんないで、さっき僕作り途中だったと思うんですけど、はいはいはい、もう読めないですね、うん、でもこの辺は訳されてない、あこの辺も全然分かんない、あなるほど、まあ分かんないです、ね、うん、すごいなぁ、これあれですね、コアチーム素晴らしい、言語が変えれない、あ、できた、うん、コアチームメンバー素晴らしいですね、志が高い、うん、でこのあたり その仕掛けのドキュメント も、うん、もうとても充実してると思います、うんうん、はいはい、はい、なんかあれですね、ちょっと僕もあのなんかちょっと咀嚼して何かこれのネタで何かしてみたいな、プリンターあたりそこですか得意分、うん、まあなんか今ちょっとなので、先ほどこの辺はあのちょっと使い方みたいなところの方あるんですけど、はいはい、パッケージ作るところとか、はいはい、
まだ全然なってますし、さっきの考え方みたいなところもちょっと別のページがあったりとか、うん、確かにしたはずなので、うん、なんかシミュレーターだけなんでだから日本人が書いてチュートリアルもそうですね、なんかどういうことですか、謎ですね、謎です、ね、うん、なんかちょこっとだけさっき言ってたけど、なんかよりそのなんか複雑なプログラムを書く場合はまあモジュール化ができるっていう話してたけど、まあでもね、あの僕はなんかその辺を割り切って考えればいいかなと思っていて、なんかここの範囲を超える頃にはその、ね、さっきの話でそのエンベッドでなんかあの C とか C++ で書けばいいと思うんですよ、まあ、あるいはなんかこいつの一部をあの例えば HTTP 通信でサーバーにオフロードするとか、なんかそういうふうにちょっと発想を変えればいいかなと思って、ね、ちょっと難しいところなんですけど、うん、その例えば、うん、その僕よくあるのが、うん、そのでこういうそのインターフェースが少ないようなデバイス作るのは、うん、まあ、ボタンついてますよね、うん、はい、いやボタンを増やしたくないけど、うん、操作を増やしたいって言った時に、うん、シングルクリック、うん、ダブルクリック、はいはいはい、長押しとかやったりしますか、でさっきみたいな、押されてるかどうかの判定とか、うん、押した時のイベントだけだと判断つかないですよね、うん、ちょっとなんか時間の要素も絡めてるとか、うんうん、で複雑になっちゃってそれをブロックで起こすのはちょっと現実的じゃないと思うんですよ、うんうん、そういうのをそのパッケージで用意するとか、うんうん、方法があるっていうところがすごいなと思います。でもきっとなんかあれじゃないですか、これでコードを書くのに慣れてくると、例えばなんかあの何かしたらツイッターに何かポストしたいとか考えたりするじゃないですか、うん、まあ、そういうところの連携のところで何か複雑になり始めたら、あのそれもあれですよ、僕らみたいになんかそのコードが書ける人間じゃなくて、なんかその例えば小学生とかがいじってて何かやりたいんだけどみたいになった、なんかそしたら何か次のそのステップアップでこいつを利用しながら何かオフロードしたあのサーバーコードを書いてみる。よくあるのはその、通知するけど、うん、通知先はバリエーションがあった方がいいので、うんうんうん、まあ、例えば IFT とか、うんうん、名前とかそういうその別サービス系にイベント飛ばして、うんうん、そこから Twitter なのかメールなのか、うんうん、あの SNS なのかみたいなやり方もいいし、うん、例えばそのここにブロックで、もう Twitter への通知のブロックを作っちゃって、うんうんうん、その余分な部分を全部排除して作るっていう、そこはちょっと人それぞれかな、なんていうの、そのなんかいかようにでも応用できそうだよねっていうのがパッと見、その初見でしかも初見で想像がつくっていうのがすごく良くて、うん、なんかその拡張性どうやったらいいんだろうとかいうのがなんか見えないソリューションって結構多いから、そういう意味でもなんかこれパッと見た時に、あ、なんかより複雑なんだったらなんかあどういうんでもなるよねみたいなのがパッと想像つくのがすごいなと思った。だからそういう意味でもなんか発展性もあるし、なんかあそうなんかすごいなって、それやりたい人はなんかどん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 なんかこれを軸になんかこう風呂敷を広げにいけるから、なんかそれなんかすごいいいよなって思う。そう、これだけで終わらないみたいな、うん、はあ、なるほど。でももうこれあれですよね、うん、そのイギリスの方だともう1年以上前から、うん、確か、はあ、マイクロビット出てる、ああそうそうそう、これ BBC とマイクロビットの、うん、あマイクロソフトの、あ、じゃあマイクロソフトで、うん、ね、うん、京都でやってる、全面に出ているので、はい、うん、なるほどね。アザック来てましたね。いやーすごいね。これをね、これを、まあ、正直、うん、マイクロソフトがやってるってことは全然知らなくて、うん、そう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 。そうそうそう。
メイクコードのサイトに行った時もえなんで MS って最初に思ったから。あ、一応ファンディングになってますね。あ、アマゾン、あ、BBC、BBC 監視。いやー、なんか可能性をすごく感じます。いくらでも。あ、ただ、ただって言われればないんですけど、その、このデバイスを使うのは全然、はい、優しく使えるようになっているのでいいんですけど、先ほどのサーバーサイド、PXT とか PXT マイクロビットとかを触ろうってなると、ローカルで環境を立てなきゃいけないので、でそこはちょっとドキュメントも用意されてるんですけど、ちょっと更新が追いついてないみたいなことがあって、でそれでちょっとつい先、それでそのローカルか、ローカル環境で立ち上げるってな、なるほど、そういう意味、ね、そういうちょっと流れ、いろいろな流れがあった上のこれだけポンと出てくると、何やってんだこいつ。確かに。まあ、単純に書いてますけどね。マイクロビットのソースを知ってみたいなって、それだけですけど。これ、ラズパイじゃなくてできないの？別にそういうわけじゃない。で、これは、今私がやったのは、ラズパイにやったのと、Azure の、仮想マシンで、じゃあ、多分大体動きますね。あの環境サイズに入れて。はい。Linux 系だった。はい、はい、はい。Windows でも、よく手順があったかな。あったはずですね。はい、いいです。Windows 上では、誰か来たようだ。はい、わかりました。これも先にやられてる方がいて、でそれの Twitter とかブログを見て、これやったんですけど、ただそのドキュメントが結構コントロールしてて、PXT っていう言葉とか、メイクコードとか、あと日本だとマイクロビットの互換機でチビビットっていうのがあるんですよ。なんていうんですかね。チビビットの環境を立てました。PXT の環境を立てました。これどれ見たらいいんだろう。ちょっと状態。まだちょっと、整備されてないです。環境は、そう、チビビットって名前も聞いてたんですよ。だから、なんかマイクロビットと関係あるんだろうなぐらいのは、ちょっと。思ってたぐらいで、ハードウェアには差異はないんですけど、技的な問題で、このマイクロビットの技的取る前にチビビットが出てて、そういう流れですね。ただその以前はそのチビビット出た時は、やっぱりちょっと日本語化がまだ不自由なところがあって。なかなか、動きはしますけど、動きはしますけど、英語と日本語が混ざっているので、その辺がちょっと苦しいなと思いながら見てて、で日本語を手伝いしたいなと思ったんですけど、いやいや、英語分からんし。いやいやいや、そんなこと言わずに。一応、ね、翻訳の方には、一応メンバーで参加させてもらったんですけど、ちょっとね、いろいろ難しくて。ツールが難しい。はい、ということでです。だいぶ押し押しになっちゃいました。はい、っていうのが最近。ということはですね。ということはですよ。これはですね。タイトルコード。単体に。もろもろ。いや、ですよ。こうですよ。メイクコードともろもろ。どっか行っちゃいましたね。どっか行っちゃった。まあ、あれもあれもしなくて。まあ、いろいろありました。なるほど。ちょっと、興味じゃなくて。そう。後半の、なんか、まさかみたいな話なんですけど、すごい面白い話が聞けてよかったです。あとちょっと、もう一個トピックとして、最近あるのが、Azure の IoT 関係ですね。今まで Azure で IoT っていうと、イベントハブに始まって、確かに IoT ハブとか、IoT スイートとか、
あ、アイオーティー、アンティハブですけど、はい、その後に、今ちょうどそうですね、ビルドで、うん、発表あった Azure IoT Edge が出てきて、うん、で、ちょっと盛り上がった、うん、でたまたまですね、その9月の頭に、東京の方で Azure IoT Edge のセミナーがあったので、うん、ちょっと参加に行ったんですけど、うんうんうん、それを聞いてきて、うん、実際に動かすっていうのはちょっとずつやってるんですよ、うんうんうん、松井さんはあれですね、あんまり IoT エッジとか、うん、関心がない感じですよね。関心がないというか、まあ、触るには触るんですけどね。で、うん、その、なんですかね、用語が、うん、まあ、結構これもさっきの前、PXと一緒で、はいはい、最初は Azure の IoT ゲートウェイって言ってた。ああ、そうですね、そういえばそうでしたね。忘れてましたよ。すっかり忘れてた。エッジってブラウザーのエッジとかぶっちゃうみたいな。そう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 、まあまあそういうのもです、ね、はい、割と混沌としてる感じなんですけど、今のそのロードマップを見てる感じだと、うん、なんか面白そうだなっていうのがあります。まだちょっと早いかな、これからのね、うん、はい、そちらをちょっと環境の立て方を、まあ、手を動かすと。やるっていうのは最近やってます。 IoT エッジ使って具体的に何やろうみたいなのはあるんですか？僕がですか、うん、一応ちょっと考えてるネタとしては、まあ、ネタバレみたいになっちゃったんですけど、ネタとしては、うん、ちょうど今あったこれ、うん、あ、はいはい、でこれまあ、デバイスとしては、うん、まあ、アンカーですし、うん、開発もしやすいですよ、うん、はい、できっと皆さんなんですかね、パソコンは持ってないけどこれは持ってますみたいなぐらい普及するといいなと思ってますけど、はい、って言った時にこれ、BLE がついてるけども、うん、インターネットにはつながらないので、うんうん、でこれの上位に IoT エッジのゲートウェイを設けて、まあ、Azure なんじゃないかな、うん、ここのゲートウェイのところで、IoT エッジ使えないかなっていうのを考えてます。そうか、ラズパイって Bluetooth なかったですか？ありますよ、ありますよ。ああ、ラズパイ3だったらいける。3でもいきます。ハードウェアは大丈夫です、ね。ああ、そうですか。はい、あ、じゃあ、まあ、なんかあれですね。なんかこれプラスラズパイとかいう組み合わせも、まあ、ありかなみたいな。一番普及してるっていう意味で、デバイスとして普及してる。で、今はまだ、ちょっとできないんですけど、うん、その、Azure IoT Edge の一応ロードマップの中で、うん、その、Azure 側で設定した、ファンクションズとかが、Edge、うん、側に置いて動くっていう。はい、はい。計画があるので、でそうなると、はい、そのエッジのところにはもう、うん、ビルド済みのものをポイッと放り込めばいいだけで、うん、動きを変更したい場合は、うん、さっきのデバイスは、メイクコードで変更して、うん、で、エッジ部分を変更したい場合は Azure 側で、うん、プログラミングして自動的に下に置いて、うん、はい、まあ、ちょっと面白そう、ね、そうですね、はい、初めてはですね、そのビジュアルプログラミングを、うん、なんか業務っていうと語弊があるかもしれないけど、そういうところを応用できる可能性みたいなものをちょっと感じたかな。面白そうですね。うん、と思ってちょっとエッジを触ってますと、うん、今まだちょっと環境構築できたので、うん、でかつまあ、エッジの、中で動くプログラム、モジュールっていう単位なんですけど、うん、はい、そのモジュールを、まあ、作らなきゃいけないといったときに、そのいろんな言語で作ることができるんですけど、うん、はい、C とか、うん、Java とかできるんですけど、うん、はい、まあ、結構つらい。まあ、C とか、はいはい、まあ、だいぶつらい、うん、そうです。で、Node.js か、ドットネットがいいかなって、うんうん、で今は僕は邪魔は分かんないので、うん、ドットネットだよねと思って、うん、まあ、ドットネットコアですねみたいな、うん、はい、ちょうどこれ9月9日昨日なんです、うん、昨日ようやくドットネットコアがエッジが入れ方が分かって分かっていて、そんな難しいんですけど、そうですね、入れることができたので、うん、確かなんかドットネットコアが、ラズパイ、アーム、HF? アーム、EL じゃないの、
チップかなんかで動くっていうのも割と最近だったんですよね。だからこれでアームがまだ正式じゃないんじゃないですか。そう、確かね、うん、なんでようやくこうなんていうのラズパイぐらいのクラスであのドットネットコアが動かせるっていうのがようやくこう視野に入ってきた感じなので、まあなんかいいですよね。実現するとそういう意味でもポータビリティも上がるし。ちなみに今あの家のネットワークがすごく遅くてですね。なんでアフトギットとかするとなんかすっごい遅いんで、なのでちょっとあのアジェルの仮想マシンばか使ってます、ね。そうなんですよ。それ辛いですよね。回線なんとかしたらいいですか。分かんないけど。なので今は、ようやくちょっと環境を整った状態なので、うん、はい、モジュールを作ってみようかなっていう、うんうん、そういうタイミングですね。ただちょっとドットネットでせっかくやるんで、うん、まあ、ビジュアルスタジオからリモートデバッグとかね、うん、できたらやりたいなとか、うん、まあ、そういう環境を整えてから、うんうん、本格的に書こうかなと思って。そうですね、うん、まだその辺の知見ちょっと新しすぎてね、なんかようやくビジュアルスタジオ上でドットネットコア 2.0 だ。ああ、似てるのは最近ですもんね。そうそうそう、うん、なんで、うん、まあ多分みんな混乱してて手出せないみたいな状況あれですけど、ありまして、あ、そうか、ドットネットスタンダードを一番最初にっていうか一番先頭切ってやってるのがドットネットコアでしたね。うん、そうそう、うん、まあ認定例が確か471ドットネットフレームワークでいうところの471だったの、うん、かなんかが正式対応だったりする、あの実装として対応するっていうことだったと思うんで、まあそれでやれば、まあ、一応あの満たせるようにはなるんですけど、うん、まあどっちにしろまだちょっと環境が完全にあの今 RC かな、なんか、うんうん、なんで、まあ早くフィックスするといいよねって、まあまあもう見えてきた感じがありますよね。結局なんか去年の秋口にも同じようなこと言ってたんで、丸々1年ぐらい連れ込んだような、うん、うん、なんかそんな話だと思うんですけど、ようやく、うん、ドットネットスタンダードの方も、うん、固まったので、あのもうちょっとかなと、うん、これでフィックスしたら、まあ、みんなあのよしよしできたみたいな感じで、ようやくみんな、うん、あのこう行動できるようになるというか、うん、なんでこの辺もそうか、いやーでもかといってなんかちょっと、うん、モジュールを C で作るわっていう気にはちょっとなかなかなれず、まあね、C プログラムでやればいいじゃないですか。C プログラムで覚えてください。C プログラム。そんなに一緒じゃないですか。つらさは一緒だと。そうですかね。なんか、あの、一緒だと。まあ、C プログラム、いいですよ、C プログラム。全然説得力ない。前職で10年ぐらいやってたんですけど、ね、C プログラムで。あ、そうなんですか。STL とか使ってます、ね。ああ、はいはい。STL ビシビシ使って。あの数ヶ月すると読めないみたいな。いや大丈夫、きっと大丈夫。わかんないけど。はい、ということで、今回、第4回の方はメイクコードとモノモノ。おかしいな。ということで、あ、まあ、面白い話。あとタイニーシリアルOSの話とね。あ、ちょっとなんかね、ワークショップとかやれてますよね。あ、そうですね、うん、これはね、ワークショップもやりやすいですね、ここまであれだと。なんかワークショップってやるがすごい緊張するんですよ。なんかあれが動かなかったらとか、特になんかクラウド周りのワークショップやる人なんか特にそうだと思うんですけど、ね、当日ね、Azure死んでたとかね、なんかよく聞く話なんですよね。なんで、まあそれにくら、まあこれもあのネット接続、あの少なくともメイクコードの、あのドットコードが見えるところまでは、うん、やらただあの動かないといけない。ローカルで立てるかしら。いや、それどっか、あのコンテナ作ってください。よくわかんないけど、ああ、でも、そうですよね。うんうん、なんかできそうな気がしますけどね。うん、別に、そんななんか特殊要素は、あの聞いた感じではない感じ。持ち家持ち家に頼んだ方がいいと思います。そうですか。僕はどっかの持ち家じゃないんで。できるかどうかわかんない。まあまあそんな話で、
はい、あの非常に面白い話を聞かせていただきました。だいぶだいぶネタバレしちゃいました、はいはい、でなんか次回なんかしたい話があるとかなんとか言ってなかったでしたっけ。ああそうだそうです、うん、なので、ちょっと今日どうかやってちょっと松さんに久しぶりになったので、うんはい、まあ、さっきちらっと言ったそのドットネットコアをビジュアルスタジオから、うんまあ、リモートデバッグしたいなと、うん、具体的にはあの今その、うん、IoT エッジのテスト環境が、うん Azure のかさ増し上に乗っかってる、要はリモートの状態、はいはいはい、であちら側で Linux 上で、ドットネットコアが動いてます、はい、で今はあの VI で、うん、ちまちま書いて、はいはいはい、であの実行して実行するとバーって動いちゃうので、うんうんはい、ブレイクして変数みたいなことはちょっとできないんですけど、ああそうなんでそのデ、エディットしてデプロイしてあのデバッギングを、ローカルの Windows の Visual Studio からなんかできないのかな、うんうん、確かにそうですね。僕もなんか物環境とかあのハイパーブーに立てたりしてるけどデバッグはほとんどそれの上で全然期待もしてなくて、だからできるだけビジュアルスタジオの上で真っ先に気になりますけどね。いやできるだけビジュアルスタジオの上でポータビリティをできるだけ満たす形で作って、なんかテストは全部それの上でやって OK になって乗せ替えて動かすみたいな手順でやってるんで、まあ確かになんかあの実際に Ubuntu の上でデバッグが動く方がそれはまあ嬉しいに決まってるんで、うん、まあちょっと興味ありますね。まあ次回そうなんかそのあたりのところをなんかこうデモみたいな形でなんか、うんうん、やれたらいいかなみたいな感じでしたね、はい、ぜひ調べておいてください。はいはい、わかりました。頑張ります。きっと多分、はい、じゃあ以上で、第4回を終わりたいと思います、ご視聴ありがとうございました。じゃあまた次回。